hit music lives right here. Love hit music. FM Osaka.今回から夜7時スタートになりました。4月4日257回目の関西ジャニーズジュニアのバリバリサウンド、略してカンバリ。コンバリ A グループの正門義則です。コンバリ末戸聖也です。コンバリ小島健です。おお、どうしたどうしたどうした。夜モード。まあまあ確かに1時間遅くなったからね。夜のレディオモードです。やっぱ俺らも変わっていかなあかんもんな。そうそうそう。まあまあ確かにね。うん、1時間遅くなったっていうのは、1時間が遅くなったってことやから。うん、何も変わってへん。何も変わってへん。疲れてる？言うてることが。疲れてる今日。1時間遅くなったのを2回説明しただけやから。だから、そういうことでしょ？そういうことよ。1時間遅くなったってことでしょ？1時間遅くなりましたよ。で、1時間夜になったってことでしょ？そう。だからまぁちょっと夜っぽいラジオにしようよ。確かに。小島のそのトーンがええかもしれない。そういう。俺のこのトーンは多分、4時とか。3時ぐらいの。今までもアウトやったんや。うん。もうちょっとやっぱトーンをちょっと下げて。そうだよ。そうだよね。ラジオって難しい。やっぱこのトーンで喋っていかないところから。奥が深い。ああ何が奥深いことあらへんの。深いね。何も深いことあらへんの。ええねん、もういつも通りやりましょう。ね、そうなん？いつも通りやりましょう。1時間遅なったけど。1時間遅なったけど。いつも通りやっていいの？まあ、収録やしね。確かに。そう。一発目が収録なんだから。そうだよ。そうそう。お前先々週のその後そのままノリで撮ってます。そうノリで撮っとんじゃねえ、別に。ノリではないけどね。ノリです。小事件はノリかもしらんけど、俺らはもう真摯に向き合って。いやいやいや、それ言うと俺も、ティカマツくんぐらい、ふざけてた。ちょけてた。確かに。ティカマツくんちょけてた。今日ちょけてたよな。ちょけてた。ちょけてた、ちょけてた。なんかマイクチェックとか言って、めちゃめちゃ喋らしてたよな、俺らのこと。そうやな。いつも一人一言ぐらいのな。だって、ほんま1ヶ月前ぐらいか。とかも、別にマイクチェックお願いします。あ、OKです。俺らが喋る前に。何のチェックやねんって話。あれ、あんなん、首もいい。びっくりするよな。もうあの時テンパりすぎてたから、時間ないよね。1分前、1分切ってたよね。おかしいよ、だってもう。1分切って、俺らスタジオ入って、マイクチェックして。いや、それもおかしいで。だってもう先々週も忘れもせへんわ。5分前になった瞬間、みんなスタジオから消えたんやから。俺とマネージャーさんしかおれへん。散ったな。なんでやろうな。なんでやろな。ドラゴンボールもそうですよ。夢叶えたらね。散りますから。ああ、そうかそうかそうか。引き合い出すな、ドラゴンボール。俺たちもドラゴンボールやから。だから、先々週の生放送の後にこの収録撮ってるわけですもんね。そうそうそう。だから、まだエヴァさんいます。全然寂しいお別れしてます。先々週、お疲れ様みたいだったけど、まだいます。これが本間のラストですもんね。だから、エヴァさんが、いる A グループの会話。そうやな。いやいやいや、ほんまに。無事年度またぎましたよ。いや、そうやな。はい。いや、ほんまお世話になってみられました。いや、そうだ。それ、マッキーだって。先週聞いた、その感じ。先週気持ち込めて言うから、言うたから、今もうめちゃ、軽く、お世話になりやした。なりやした、なりやした、なりやした。だからもう今後もああいった尖ったクイズは見られなくなってくるかもしれません。いやいやいや。いや、先々週も尖ってたで。ね。あの偏見クイズやったっけ？意識高い人クイズみたいな。なあ。偏見クイズではない。偏見クイズじゃないのあれって。結果偏見クイズやったけど。結果偏見クイズやろ。まだやるか。なんか多分もう今後は生まれへんかもしれへんわけやから。いやいや、もうそれは尖ってもらおう。うん。ちゃんと次からクイズ作るから。いや、マジで、あれ神クイズ会やったな。いや、おもろかったわ、あれは。面白かったわ。おもろかった。ね。まあ今日はどんなクイズがあるのか皆さん楽しみにしていてください。はい。それではタイトルコールの方参りましょう。関西ジャニーズジュニアのバリバリサウンド。関西ジャニーズジュニアのバリバリサウンド、略してカンバリ。この番組は聞いてくださる皆さんと一緒に面白くしていきたい、楽しい時間を一緒に過ごしたい番組です。はい、今回募集させていただいてたメールのお題は、まだなことです。皆さんどんなことがまだなことなんでしょうか、うん、メールを紹介させていただいた方には、カンバリステッカーをプレゼントします。はい。7時ちょっと前までお付き合いください。これ8時ちょっと前までじゃない？そうだね。8時ちょっと前までお付き合いください。エヴァ。エヴァラストにミスってんちゃうぞ、エヴァ。怒るな。エヴァ。ラストにミスったってしまえば、ラストに気抜いたジャンプは定型文はそのまんま行くねんから、毎週しょうがないやんか。はい、ね、ということで8時ちょっと前までお付き合いください。それでは CM です。A グループが FM 大阪からお送りしています。関西ジャニーズ Jr. のバリバリサウンド、略してカンバリ。お送りしたのはラジオネームマナリさんからのリクエスト、クリープハイプで愛のネタバレでした。マナリさんのメールを紹介したいと思います。はい。正門くん、聖也くん、小次元、こんばり。こんばり。4月から関東地区の会社に就職するんですが、都内は家賃がバカ高いので、通勤時間1時間ぐらいのところで一人暮らしします。なるほど。人生初の一人暮らし、不安でいっぱいです。関西を出てどうなることやら、関東の人たちとどんな付き合い方をすればいいのか、どんな服を着ればいいのか、アドバイスください。おー、
そっか。関西からか。おめでとう。やっぱ初一人暮らしでそれ不安いっぱいやもんね。初一人暮らしがしかも関東やもんね。うん、確かに確かに。いやまあまあ純粋にねおめでとうも。いやおめでとうございます。あるんですけども。おめでとう。これはドキドキやな。どうですか関東の人たちとどんな付き合い方すればいいのか。どんな服を着ればいいのか。服は知らんわ。はいはいはい。まあそれはもう TPO にあった服を着ていただいてね。そうね。服に関しては、まあね。どんな付き合い方か。でも最初絶対いじられますよね。関西人っていうだけで。もう関西ジュニアだけかもしれない。なんでやねんとか言われるよね。言われる言われる。いやどうなんやろそのさ、俺らはさ、関西ジュニアやからっていうところがあるやんか。うん、はいはい。ベースがね。ベースがさ、うん。なるほどね。ただ普通にその会社で就職とかあって関西の子から来てっていじられるんかな。確かに。いやでも関西人なんでしょみたいなあるんちゃいます。関西弁喋ってやみたいな。嘘やん。なんでやねん。こんな感じでしょみたいな。面白い話とかないの。ギャグやるよみたいな。え？ギャグやるよって言われるの。いやわからん。どうなんやろ。いやどうなんやろね。これちょっとどんな服を着ればいいのかアドバイスじゃないけど、うん、ちょっとヒョウ柄のワンポイントなんか入れちゃったら、なんか。そこの逆に会話弾むというか。あ、やっぱり関西人、ヒョウ柄着るんや、みたいな。いや、着やんて、みたいな。だってヒョウ柄入ってるやん。うん、ヒョウ柄やで。もうそもそもおもろいもん、そいつ。うちが好きなだけやから。その喋り方そもそもおもろいもん、そいつ。うちが別に好きなだけやから。モデル誰やねん、それ。見なちゃうで。誰やろ、そもそもおもろいな。なんかこんな確かにそういう。ちょっと遊び心ありかもね。向こうは話しやすいよね。まあ話しかけやすいな、ね、確かに、うん、確かに、うん、どうなんやろな。確かにな、まあ、それが関東の人、ね、吉と出るか京都出るかは分からんけど。分からんけどね。おお。まあだから特にあんまその関東の人やからどうとかあんま考えでいっとかもしれへんけどね最初は。まあまあそうね。確かにな。うん。いやだって隠す人もいるって言うじゃないですか関西から行って。嘘やん。マジで。ね、関西弁はでも出ちゃうよ、ね。でもやっぱ誇り持たな関西人っていうところに。ほんまにそうやで。まあまあまあね。そう。そう思える人はいいけど。なるほどね。いや、それはさ、思われへん人もおるわ、それは。うん、いや、マナリさんは隠さずに行ってほしいな。そこは。まあね、貫いてほしいね。そう、ちゃんと関西人ですっていうところをね。うん。まあ、アドバイスになったか分からんけど、ね。頑張って、マナリさん。一人暮らし不安やと思いますけども、ね。また送ってくださいよ、うん、どうやったら。友達できたからね。そうね、そういうのをね。うんうん。ということで、関東の生活頑張ってください。頑張ってください。ありがとうございます。ありがとうございます。ということで、今回は収録会でございます。よいしょ。皆さん。ほんと大変申し訳ないんですけど。はいはい。どうしました？こじけんの天気予報はカットということで。よっしゃー！本当に。おっしゃん、おかしい。やっとあの無駄な時間。天気予報はね、皆さん今ちょっと、せっかくね、今、エヴァさんもいて、こじけんもいてっていう。自分で調べてください。いつものあのね、大好きなやりとりが見れないんですけど、本当に。確かにな、もう、でもエヴァさんとはもう、だから先々週、もう、昨日の数までやったから、エヴァさんが。確かにやってたもんね。そうね。ちょっと4、5回ボケたから。もう物語やってましたから、もうやり尽くしたからもんね、はい。そう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 。皆さんお手元の携帯等で確認してください。はいはい、新聞とかね。では、メールの方紹介していきたいと思います。はい、今日募集してるのは、まだなことでございます。はい。和歌山県の和歌山市、あんずさんからいただきます。あんずさん。まさかのくん、せいやくん、小島くん、こんばり。こんばり。私のまだまだなことは、ファッションセンスです。ほう。ほう。去年、中学生になり、平日は制服。中学生そう、13歳の方から、はい、いただいてます。出かける日は私服なのですが、私服を着る機会が少なく、友達と遊ぶ時に 服装が同じようなものばっかりになってしまいますと、うん、同じ服ばっかりやんと思われないようにしたいのですが、服を買おうと思って出かけてもなかなかこれやっていうものに出会えません。皆さんは服を買う時のポイントなどはありますかとね、質問いただいてます。いやでも最近のね中学生ね、すごいよ、うん、ボーイズビーとかね、はいはい、おしゃれなんですよ、すごい。ボーイズビーすごいよな。なんか俺だから思んないんですよ、そのみんな一緒のようなおしゃれが多くて、うん、テンプレみたいなのが多分あるんですよね。なるほどね。あ、ファッションの、そうそうそう、はいはいはい、で僕はまだ中2でしたっけ、13とかでしょ。13歳だから中学生になってすぐか、今年中2とかなのかな。 SNS とかの影響があるからね、うん、多分バズりやすい服装とかがあるわけじゃないですか、おしゃれなね。おで、それを多分真似するのが多くて、まあそれは一番ポピュラーでいいと思うんですよ、はいはいはい、すごい。はいはい。ただ僕はその頃、一生ほんまにあれなんですよ、そのアニメの T シャツとか。そうやな。そう、んで短パンみたいな、ね、冬でも短パンやったし、はいはい、みたいな。中学生とか特にね。うん。なんかそういうのを大事にしてほしい。その中でも。どういうの？なんか流されへんってこと？そう、着たいものを着てほしい。うん、ああ、その流行りがこうやからどうとかじゃなくてもね。うんうん、やっぱ服の話は熱入りますね。違う違う、俺めっちゃ、ま、中学生の自分の写真とか見とったらさ、ほんま今の子めっちゃおしゃれやなと思う。いや、おしゃれやな。ほんまにおしゃれと思う。だってこのたったね8年9年間ですよ、うん、僕が中学生の頃なんか、うん、
そんな変わったかと思って。そうね、おしゃれしてる子なんておらなかったからね、地元に。だから新価値観が変わってんのかもね。スキニー履いてたら俺おしゃれって言われてたもん。あ、真っ赤のスキニー履いてたらおしゃれみたいな言われてたんです。真っ赤のスキニーおしゃれやな、攻めてるの。そう、もう上もその真っ赤、もうそんな関係なくね、好きな色を着てる。トマトみたいな。そう、本当にそう認めた。そう、いや、ほんまにほんまにトマトやったんや。ファッションとか関係なく着たいものを着てたって感じね。そうそうそう、いや、うん、親のやつですよ。あ、親のやつ。朝起きたら親がポンって服置いてくれてて。あ、へえ。そうそうそう、あ、そうなんだ、ね、でも俺レッスン着でずっと行ってたからさ、仕事も。そう、うん、初めて買った服とかは、うわ、何基準で選んで。もう覚えてへんわ。でも、うん、なんか俺は多分その時自分が見てテレビとかで見てかっこいいって思う人のちょっと真似をしてみたり、うん、いや、いいよね、そういうのとか。 なんか例えば雑誌見て、うんうん、あ、このこんな服似たようなやつ探してみたりとか、はい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 、なんか多分そういうのやったと思う。なるほどね、うん、まあ、ちゃんとモデルが明確にあって、あったと思う。俺はこういう格好がしたい。そう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 。小次元はだからそれこそ自分で服買うようになった時、え、だから僕はでも僕高校生ぐらいかな、遠足ちょっとおしゃれな服着たいなみたいな、うん、あ、中学校の頃、中3、うん、時に修学旅行があって、はいはいはい、その前に財布買ったのを覚えてますね。財布、財布かビリビリやったんですよ。はいはいはい、今、はい、今もビリビリなんですよ。ビリビリ一周回ってね、はい、一周回って、ね、一周回ったんですけど、はい、その前に一回ちょっと修学旅行前にちょっと財布をちょっと生きてた財布を長財布チェーンとかつけて、いや長財布ではないんですけど、わざとちょっとウォレットチェーンって鳴らして、ちょっとそういう漫画とか好きやったんで、うん、かっこいいんちゃうかな思って行ったら、やっぱかっこよかったですよ。あ、その当時ね、みんなやっぱビリビリをまだ抜けられへん子もおったりして、そやな、その中でちょっとチェーンつけてるっていうね。なるほどな、ワンランク上、そうそうそう、上感は出ましたね。それ覚えてるな。アクセサリーから入ったって感じだ。俺それやったな。そうか、服買う。僕、まっちゃんなんやろ。でも高校の時も、まあ今ほどじゃないけど、やっぱ一個のジーパンやったらジーパンとか、なんかずっと履くやつ決めてて、それに合わせて買ってたかも。すごっ。そんな幼い頃から。そうね。ほんまに育てるって感覚じゃないけど。まあまた多分男と女の子、多分またちゃうやろうからな、服選ぶと。ポイントもさ、女の子ジャンルも多いしね。いや、そうそうそう、まだ難しい。男ってそんなさ、ジャンルめちゃくちゃ多くはないやん。そやんな、ほんまにちょっとしたことでね変わったりするやろうから、うん、ファッションって、うん、ちょっと参考になるか分からんけど、ほんまにそうやと確かに、うんうん、気になったやつも手に取ってみて、そうそうそうそれに合うの探していくのもありかもしれないですね。はい、パンザさんありがとうございます。ありがとうございます。さあ、続いてはですね、うん、愛知県のラジオネームポチコさんからいただきました。ありがとうございます。ポチコです。ムサカドくん、末澤くん、小島くん。確実にムって言いましたね。ムサカドって言ったよな。確実にムやった。口が乾燥してる。それはそっちが、ま、お便りが間違ってる。ポチコが間違えてます。ほんまか？ほんまか？ほんまか？ムサカドって書いてたのか。マサカドやないか。漢字で書いとるやないか。めちゃめちゃ小島さんやん、ムサカドって。だから唇がちょっと乾燥して乾いて。あ、それしゃあないよ。開きにくくなって。大丈夫読みます。うろった正方君、末澤君、小島君、こんばり。こんばり。私のまだまだなことですが、はい、ここ数年車の運転をしておらず、ペーパードライバーになってしまっているので、ペーパードライバー講習を受けたいです。ようこそこちらへ。特に高速道路の運転ができるようになったら行動の幅が広がるので楽しいだろうなと思います。3人は最近車で出かけましたか？はい、ありがとうございます。ポチコさん、ペーパードライバーやって。正方さん一緒です ね。ようこそこちらへ。はい、正方さん講習は？講習すら受けてない。ああ、もう受けようともしてない。ペーパー講習っていうのがあるんや。ありますあります。なんか何年か経ったら行った方がいいみたいなのあるんですよね。そう、あ、まあ、なんかその感覚取り戻すじゃないけど、うんうんうん、だってさ、ペーパードライバーさんってさ、1年経ったら初心者も借られるわけでしょ。そう、めっちゃ怖ない？そうやな、言うたら。でも初心者やもんな。そう、初心者より初心者やん。そう、まだ晴れたらいいやん、まだ。確かに、言い訳できるけどさ。確かに確かに。なんかやっぱ講習とか行かなあかんねんな。そうか、ちょっとお金払って。今日何落ち迷ったか、はい、車で行ったろうかなと思った。ほう、すごい変化、心境の。何落ち迷った？はいはいはい。そう、さすがに怖かった。思ったけど怖かった。ああ、電車怖かった。怖かった。怖い。あ、怖い。もう玄関出て車が目に入って、あ、今日ちょっと天気あれやしな、そう、おとんの車借りて行ってみようかなと思ったけど、いや、生放送前に死んだらあかんと思って。まあ、なんかあったらな。なんかあるから。でもよう一人でそんな乗ろうと思ってた。確かに一瞬血迷ったんやな。血迷った。一人怖ない、まあ、しかもなんなら晴れてる日やったら分かるけど。そうやね、だからその一瞬のね、うん、あ、やめたんすね。そう、やめたやめた。まあ、そうか、一人ででもよう行こうとしたな。まあそれは確かにね。ペーパードライバー講習で、せいや君とかしょっちゅう車乗ってるでしょ。しょっちゅう乗ってるよね。最近は
どっか、どこ出かけました？いや出かけ、あ、まあそのなんやろ、あの知り合いの服屋ぐらい。ああ、はいはい、そんな遠出とかはしてないな。車で言うても。なるほどね。うん、そんなにそういう遠出はしてないかな、車で。俺ちょうど1ヶ月前ぐらいかな、はい、2ヶ月前なのかな、もう分からんけど、あの後輩にね、仲いい、リトル関西のトーマルーク、はいはい、ルークって思うんですけど、うん、ルーク乗せてドライブしましたよ。ああ、ええー、そう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 、一日その日ちょっとゆっくりドライブみたいな、うん、ルークが仕事終わりって俺がその仕事場迎えに行ってみたいな、うん、おかっこええ。そうそう、でそのまま一緒にちょっと遊ぼうやっつってちょっとドライブみたいなしましたね、うん、温泉行ったり。めっちゃいいやん。めっちゃいいやん。そうそうそう、いや、うん、そういうの聞くと憧れるよな。いや楽しかったですよ、やっぱそのさ移動範囲が広がるやん。いやそう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 、この範囲確かに。そうそうそう、やっぱ電車よりも楽やしさ、プライベートの時間で行けますしね。そう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 、時間も融通きくもんな。そうやな、そうそうそう、ほんまに。そういえばメリットというかあるよね、やっぱり。いっぱいメリットある。そうよ、ほんまに。いやだからペーパーはならんほうがいい。そうね、せっかく取ったんやったらな、うんうん、まあでもほんまに今週行くとかして。あ、もうそう、それはな、そう、写真うまくつけられへんからな、ほんまに。確かに確かに、気使ってくれへんね、ほんまにみんな。いやそりゃそうやもんな、初心者マークとかつけてたらやっぱ気使うけど、それはね、周り走ってるかも。初心者マークつけて乗るから。あかん、なんでそれはちょっとあかんこと進めようとするの。もうちょっとルール違反かないけど、ちょっとあかんよ多分な。ダメやダメ、あかんのか。でもそれありにしてほしいよな、レベル的には一緒やもんだって。そう、そしたらな、ペーパー、ね、ペーパーでも初心者晴れたらさ、かもめっちゃ厳しいとかペーパーのマークを作るか。あ、なるほどね。 あのトイレットペーパーみたいなのをマークにして車に貼った。恥ずかしいな。トイレットペーパーええやんな。トイレットペーパーのデザインでね。だそれやったらみんな恥ずかしいからずっと練習するもんな。確かに確かにね、それを貼るぐらいやったらな。そうそうそう、ペーパー、そうやね、マーク作るのありやな。確かにな、何年以上乗ってへん人はつけられてるわけですよ。画期的やと思うわ。いいですね、逆に。うん、ちょっと俺ら革新的なこと言っちゃったもんね。確かに、うん、ね、ペーパーマークいいっすね。ポチコさん、ペーパーマーク待っとってください。いや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 、俺動くわ。まさかの動きます。講習行ってください、講習に。まさかの動きます。ますありがとうございます。さあ続いて、兵庫県ラジオネーム兵庫県ののん太郎さんからいただきました。のん太郎、ありがとうございます。まさかのくん、せいやくん、小島くん、こんばり。こんばり。私のまだまだなことはヘアセットです。はいはいはい、髪の毛の巻き方動画を見て日々研究しているのですが、なかなか思うように綺麗に巻けなくて格闘しています。 A グループのライブに参戦する時までには納得できる巻き方ができるように頑張ります。まさかどくん、せいやくん、小島くんはいつもヘアセットはどうしていますか。ああ、なるほど、ありがとうございます。そっか、格闘中か。格闘中難しいよ。男の方の、あ、じゃあ女性の方です。でもいいよね、今時 YouTube とかさ、美容系の方とかがいっぱい動画上げてたりするけど、うん、もう何個でも多分動画とかであるもんね、うん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 、そういう参考というか。見てるんですか、お二人は。そういう動画見てない。ああ、見てないんだ。見てもできへんもん。あ、なるほどね、うん、独学。俺も独学やな、うん、ああそうね、うん、一人で学ぶ。そうやな。なんか、いや俺も動画とか、まあなんかその流れてきて見たりするやんか、はいはい、なんかさあ、ふうふうにやったらできるんやと思うねんけど、その髪型にね、うんうんうん、なんかやっぱ毛質とか、あ、全然ちゃう気がすんねん俺。カットの仕方とかね。やっぱまさかとって結構直毛やん。直毛やし、毛量も多いし。いや俺そんな直毛じゃない、結構癖っ気やから、どっちかっていうと、はいはい、うん、っていうだけでも全然多分肩のつき方もちゃうし、うん、なかなかやっぱな、難しいところは、むずいよね。あるんだ。なんか中学高校ぐらいからライブの時って自分でセットするじゃないですか、はいはい、うん、だからなんか自然と身についたちょっと変かもしれないですけど、まあ、慣れるよね、まあ、ジュニア&エラーでね、うんうんうん、そう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 、それはそうやな。確かに、基本的にもうライブとかセルフメイクでしょ、ね、そうやな、そう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 、基本的にそうですよね、うんうん、やってます。だから雑誌とかにさ、出させてもらう時とかにヘアメイクさんらにやってもらった髪型を覚えとくかとかね、うん、やってもらった雰囲気とかを、うんうんうん、あるある。まあでもちょっとむずいよね、やっぱプロの方やから再現はできない。いやいや、まあやっぱそれは難しいよね。まさお前独り言で言ってたもんな、福岡で。あ、そうそうそう、再現したいねんけどなーって言いながら鏡見て、あ、再現したいねんけどなーって言いながらずっと。できなかったんや。いや、まあまあまあそれっぽくはなるんですけど、うん、やっぱなんか、やっぱそれちゃうか、うん、まあ無理やわな、プロの人にやってもらうんとはな。そうそうそう、自分でやるのむずい。後ろとかさ、どうやってやるのって感じ。後ろはもうな、見えへんからな。それこそまあみんなやり合ったりとかもあったり、昔はありましたよね。そうそうそう、いや難しいよヘアセット。
むずいと思う、まあ、女性なんかまた特にな、男性とはまだ巻き方もちゃうやろうし、長さもちゃうし、そう種類もいっぱいあるでしょ、アイロン、細さ太さある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 、いやもう無限やと思うけど、確かにな、でも日々研究してくれてるみたいだからね、のんたろうさんは頑張って、のんたろうさん応援します、ぜひね、 A グループのライブにはかわいい髪型で、はい、満足いくような、はい、感じになってお待ちしております、はい、ありがとうございます、その心意気で嬉しいけどね、はい、さあ、はい、ということで曲に行きたいと思います、はい、今月26日、デビューツアーのライブブルーレイと DVD が発売になるなにわ男子でございます、なにわ男子で What the Funky Time、 今週は A グループがお送りしております、頑張り、続いてはこちら、ハローハロー、代打2回目のズンちゃんです、ズンちゃん、スナちゃんが自分探しのドラクエ旅に出てるので、今回もズンちゃんが代行ですよ、ドラクエ生放送後すぐに収録会の収録なので、そんなにいろいろ準備ができないので、シンプルな暗記テストでお茶を濁しますよ、あ、全部言っちゃう、新年度入る前とか入ってすぐは忙しいからな、さあやってみましょう、はい、暗記か、はい、久しぶりやな暗記ということで、暗記問題今回も5問、いや入れな番組だ、これむずいのよ暗記は、もう頭無理やでよ、いや俺も今回ってへんわほんま暗記なんかね、この状態の A グループでいくつ正解できるか、はい、まあ早速やっていきましょう、はいはい、ではまず1問目お願いします、暗記問題その1、今むずいな、10個のワードを続けて言うので、とにかく全部覚えてください、出た、工具の名前10個、はい、工具、無理無理、ドライバースパナチェストラチェットメガネレンチ、あ長い無理、モンキーレンチ、無理、六角棒レンチ、両開きケース、 T 型レンチ、プライヤー、ソケットレンチ、ドーン、暗記した10個言ってくださいね、無理、何レンチがいっぱいあったな、はい、こじけんスパナ、あ一個ずつ言っていい感じ、あ言っちゃうぞ、まとめて、じゃあスパナ、ドライバー、六角レンチ、何やったっけ、開けるケースみたいなやつもう分かんやろそれ、開閉ケースみたいなやつとあと メリケンサックなかったなかった、メリケンサック、工具でメリケンサックないよあれ、効果使いじゃないよそうでやってほしいけど、鉄板入りカバン、ないないない、鉄板入りカバン、お前ビーバップの世界行ってんのか、リーゼント、ないってそんな、シャポタン、シャポタン、ないねないね、え昭和の価値観のヤンキーばっかりやな、あったきもしてきた、あったきもしてきたでしょ、まあまあスパナのその並びやったらな、いやわからんわ、3つぐらいしか覚えてない、ちょ、これ3人で協力して10個出しません、確かに、あれあれあれ、いいよ、今そうだからスパイ、うん、それでもいいですか、今スパナ、ドライバー、今何個当たってんのかがまず言ってもらうの、まずスパナ、ドライバーでしょ、2やろ、で六角レンチ、うん、ニッパー、ニッパー、ね、いっそ言ってたニッパー言ってた3つや、今3つ当ってる、モンキーレンチ、あ言ってた、当てる、スパナ、スパナ言って言って、おじいちゃんおじいちゃんおじいちゃん僕言いました、4つやろ、うん入ってます、それに超つがい。じゃあね、なんかでも開閉ケースみたいなあって。そうそうそう。T 字レンチ。ある。おい。おい。おい。なんや。キャリーケースみたいななかった？ケース系あったっけ？両開きキャリーケース。それはもう戦いに両開きキャリーケースや。合ってるって。合ってんの？ほら。両開きキャリーケース？ガチ？両開きケース、オッケー、今 5？ やった、6？ 5？ 6か5か、いやこれ無理やって、マジで、あとレンチやろ多分、難しいな、そうなんかめっちゃあったよな、長いやつ、もう一回聞けたりしません、そうね、ちょっともう一回は無理やな、さすがに、なあ、メガネザルみたいなのなかった、メガネザル、メガネなんかあったよな、メガネケースレンチ、暗記問題その1、メガネ、10個のワードを続けて言うので、とにかく全部覚えてください、お願いします、工具の名前10個、ドライバー、スパナ、チェスト、ラチェットメガネレンチ、モンキーレンチ、六角棒レンチ、両開きケース、 T 型レンチ、
フライヤー、ソケットレンチ、ドーン。暗記した10個言ってくださいね。はい、どうぞ。ラチェット。よしよしよし。はい、チェスト。なんかラチェットチェスト。ラチェットレンチ。ソケット。ソケット。ソナーポケット。あ。ソナーレンチ。ラチェットソナーポケット。ラチェット&クラック。ラケット、俺言った。チェスト、チェスト。チェスト。あるある、チェスト。今6個。ドライバーって出てたの？ドライバー出た。一番最初に出てた。あとね。メガネ、メガネなんとかありましたね。メガネチェストみたいなやつ。メガネレンチ。スーザーさん、放棄してる。じゃあ、プランナーみたいな。プライヤー、プライヤー。オッケーオッケーオッケー。あと3つ。スーザーさんがカウンターにしてたかな。六角ボレンチ言ったもんね。マイナスドライバー。おっちゃん。何？メガネ、メガネスパナ。いや、メガネ、メガネなんちゃら。ラチェットメガネ。なんとかなんとかメガネやって。ね、じゃあラチェットメガネなんちゃらやって。そうやね。ね、わからへん。ラチェットメガネ。なんとかそ、メガネ、メガネ。ラチェットメガネレンチじゃないの？よいしょ。すごい。あとに。え？レンチ。パンチパーマレンチ。おい、パンチパーマレンチじゃないか。パンチパーマレンチ、パンチパーマってあった？ソケットレンチみたいなのあった？おいしょ。はよ言えよ。ほんま分かってんじゃん。ほんま分かってんじゃん。今思い出したい。食べながら喋ってんじゃん。ちゃちゃちゃ、今思い出したい。できるスタンスやめろよ。パンチ、腹立つな、俺ら。腹立つな。今パンって出てきたんや、言うてんねん。協力しろ、知恵しろや。てか、こういう人おるよな。何やねん。怖い。早く行くや、ラスト行こう。いいとこで。どこや、何や、マジラスト行こう。三角定規とか。あ、三角レンチ。来た。三角レンチや。ちゃうて。ブーって。三角レンチやった。ブーや。ラスファイナルアンサー。三角レンチ。一文字目もらっていいですか？一文字目。ラスト一個、ラスト一個。え？て？て？て？せ？え？つね？つね？て？つね？つにちっちゃいえ？つね？え？ふざけてるやろ。なに？つえかつえなんかどっちなの？つえ？つえ？つい？つい？つにちっちゃい？T? T? T? あ、T やって。T 字レンチ。T 型レンチ。おっしゃー。素晴らしい。長かったこれ。あと4問あんの？しんど。大変やな。ました。これ聞いてるみんなもなかなかきつい。クリアできました。ありがとうございます。俺言われた。脱出成功ですか？これリスナーさんもできてんのかな。いや無理やろ、2回じゃ、ね、俺ら3人でこんだけやれへんから。そやで、3人寄っても全然持ちのしいちゃうからな。ほんまやな。2本目やから下手ってきてるとか言うな。バラさないで、バラさないで。下手ってきてんねん。暗記系は違うよ今は。な、今先々週の問題ぐらいでちょうどよ。偏見クイズとかで。ほんまやな。いや、しょうがない。あと暗記が4問あるんですね。じゃあリスナーさんの参加してみてください。お願いします。それでは第2問目お願いします。暗記問題その2。うん。10個のワードを続けて言うので、とにかく全部覚えてください。サウナの専門用語を言うと。分けてね、女の子分けて覚えよう。なんて分けよ。グルシン、水通し、歯衣、ディープリラックス状態、甘み、ビヒタ、おかわり、アウフグース、ロウリュ、セルフロウリュ。暗記した10個、言ってください。サウナ、サウナ、サウナの専門用語。まさか、実際にサウナ行けん。ロウリュ。はい。セルフロウリュ。はい。おかわり。でしたね。水通し。はい。グルリン。グルトン？グルシン、グルシン。グルシン。グルシン。サウナ衣？いや、歯衣、歯衣。6、6、6、6。いいよ！あとやつはいいよ！サウナハット。いけ！ないないない。ちゃんと全然聞いてへん。サウナハットはないやろ。何やっけ、あと。水通し。いや、言って言って。言った？歯衣も言った。あれ、あとなんか俺覚えてるのあったのに。甘み。あった。お、ナイス。あと3つ。ナイス。整う。ない。ディープなんちゃら。あ、ディープリラックス状態。おー、あと2個、ええや。あと2。なんや。それ多分1個目の、なんか、な、栄養素みたいなやつやな。ヌルリンみたいな。それ言ってた。あ、当たった？さっき言った。何、グルシン？グリシン。あ、グリシン。
ちゃうの。そこに来てもう一回聞く。あと2回で。いや思い出されへん。いけんちゃん。外気浴外気浴。ない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 。何やろ。水風呂のおっちゃん。ああそれは俺。ね、熱波師熱波師。熱波師。そうなんの。熱波タオルでバンって。はあ、はあはあははあ、は。セーザーさん全然出してへんで。またどうせ分かってんねんで。分かってないんやで。もう出してよ。分かってたら言うてるて。なんか言うてみてくださいじゃん。うも。うも。熱っ熱っ。ほんまや。ほんまに分かってなかったこれ。熱っ。サウナでうも。熱っ。もう一回泣きの一回をください。お願いします。いやでももうついで分かる。何個やから。何問題、ね、その2?10個のワードを続けて言うので。とにかく全部覚えてください。サウナの専門用語を10個。グルシン、水通し、羽衣、ディープリラックス状態、甘み、ビヒタ、おかわり、アウフグース、ロウリュ、セルフロウリュ。暗記した10個言ってください。はいはいはい。1個はまあせーのビヒタ。はい、ビヒタってなんなんやろ。もう一個いきます。せーの、アウフグース。よっしゃ。何最後の2つ。アウフグースってなんかポケモン乗らなかったっけ。それマングースって。ジグザグマの進化系の。あ、それまっすぐバカ。最近ポケモン始めたから急にそんなええって。俺もちょっとポケモン始めたから。もうええってそんな。ねえ、なんなんやろ。初めて聞いたわ。ビヒタ、アウグノ、ビヒ、ビヒタ、アウフグース。アウフグース。ビヒタはビヒタ知ってるんですか。あ、今調べてますね、エヴァさん。赤い葉っぱを重ねたもの。サウナにそんなんあるの。白樺の葉っぱを。へえ。あ、仰ぐ時に使うやつってこと。あ、なるほどね。ガチ勢すぎる。いやでもさすがにマッサン答えれたもん。確かに多かったもんな、うん、いや、よかったよかった。素晴らしい。オッケー、いい感じですね。知ってることやったら得意分野出てくるかもね、この頃。濃い濃い得意分野。さっきの工具は小島が得意分野だもんね。そうなん。DIY。ミシは全然答えてなかった。恥ずかしい。恥ずかしいな。わかんない。洋服とか来るかもしれない、次。OK、ね、行こう。じゃあ第3問目お願いします。はい、暗記問題、その3。ラーメン用語を10個。あー、コスケン。無理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 。コスケンや。俺はもう絶対に無理だ。ぬかちょう。無理だ。ボイルオーバー。あー、無理、もう無理。ヘッド。なんか、針金。バリカタ。ニョクマム。チャッチャ系。ダブルスープ、ずんだれ、おから。暗記した10個言ってください。え、ずんだれ、おから、みかちょう、みかちょうみたいな。1個目ちゃう。おかちょう、おかちょうじゃない。何やったっけ、なんか言ってた。やばい、全然わからん。バリカタ、針金、針金で、ちゃっちゃけ。お、すごい。おから、おから、言ったか。あ、何やろ。いや、もう全部曲飛んだな。マシマシない。全然知ってるワードなかったな。なかったな。絶対聞いたことない。なんかずんだ餅みたいなのなかった。あった。ずんだなんちゃらスープ、なんかスープみたいなのあったよね。あったね。チャッチャ系はなんか背脂とかあったな。それは分かった。なに、あと半分。ずんど、湯切り。せやくん、言ったよ俺、ずんだ餅って。ずんだ餅関係ないやろ。ラーメンはほんまに入ってこへん、ちょっと頭に。いや、てかワードがむずいワード多かったって。のちょっとニッチよね。聞いたことないやつやと思うの。ちょっとおかわりいいですか。あ、おかわり、おかわりなかったっけ。あった、おかわりみたい。サウナか。サウナ、サウナか。おい、くそ、沈んだサウナの問題。くそ、忘れろ、ラーメンに没入するんや。あと5個やから、はい、でもだから覚えてね。お代わりください。今言ったやつの以外の5個を覚えれば。これリスナーみんなも聞いてね。ラーメン用語を10個。ムカチョウ、ボイルオーバー、ヘッド、ハリガネ、バリカタ、ニョクマム、チャッチャ系、ダブルスープ、ズンダレ、おから。暗記した10個言ってください。はい、ズンダレ、ヘッド、ボイルオーバー、ヘッド、ヘッドでしょ、頭じゃない、ヘッドじゃない、ベッド、な、何、なんて言ってんじゃん。ヘッドで聞こえた。ズンちゃんの滑舌やな。レッド、セッド、何、何、ヘッドがあったって。
もう一個じゃあダブルスープ。オッケー来た。ダブルスープね。あと2個。あのそうレッドみたいな。ヘッド。レッド。ケッド。レッド。ヘッド。ヒはヘイで。ヘはヘで。ヘで。ヘッド。そうなんや。あと1個。あなに。あ、なんかぬらりひょんみたいなやつなかった？誰も共感してくれへん。ぬらりひょん、ぬらりひょんみたいなやつ。もう決めていいから。せいやくん、せいやくんお願い。どうせ分かってんねやろ。どうせ分かってんねん。これせいやくん、もうええって。いいとこ取りしようとしてんねん。ほんまにこれいけてるよ。俺もぬらりひょんしかぬらりひょんか。あ俺のせいや。まさかそのせいで。ヒントください。一文字目。一文字目。にょニョクマム。あったなそれ。ナイス、ナイス。ニョクマムや。なんやって思って。ニョクマム、すごい。それぬらりひょん、えらい。ニョクマム、素晴らしい。きた、いいね。順調じゃない？え、順調なんこれ。時間全然経ってるけど。え、順調って何がな。今3本目やで。あ、ベトマムの魚醤やって。ニョクマム魚醤って魚の醤油、魚に醤油。あ、はいはいはい。へえ。あれやナンプラーみたいなことや。だいぶコアなやつやったな。いや、むずかった。ヘッドが牛脂、ね。ヘッドは牛脂。なるほどね。全然知らなかった。勉強になりますわ。ありがとうございます。これがあと2問で終わります。はい。よし。いいですよ。終わり見えてきましたね。ちゃっちゃ終わらせてお便り行きましょう。頑張ります。それでは第4問目お願いします。暗記問題その4。アニメ業界用語10個。アニメ業界、いや、無理やって分からない。アニオリ、アフレコ、クール、CV、トガキ、尊い、フラグ、モブ、ぬるぬる動く、リップシンク。暗記した10個を言ってください。リップシンク、ぬるぬる動く、え、気持ち悪い。いや、あったから、モブ、CV、ね、アフレコ、なんてオケラみたいな。お、アニオリ、尊い、オリジナル、あと3つ、すごい。何や、クール、あったな。お、あと1個。作画、と、トガキ。お、あと1個。あと1個。何や、連載、キャラクター、主人公、ヒロイン。2文字、2文字か。あ、言ったやつか。モブ、モブがいた。何言ってないですか。どれや、うん、オタク用語、トウトイ、なんや、トウトイ、萌え。え、トウトイ、あれ、トウトイ言ったよね。トウトイ言ったよ。あれ、エヴァさん？集計が。おっと。あと1個。あと1個なんや。え、全部言ってないっけ？あと1個言ってないねんな。アニオリ言った、トガキ言った、トウトイ言った、モブ言った、クール言った、クール言った、CV 言った、アフレコ言った。アフレコ。アニオリは言ったか、入ってるか。え、あれ、あ、1個消えたやん。CV? あ、言ったか。言った言った言った。トウトイ？トウトイ、それこそ。言った。スタンド？立つやつ、スタンド。立つ？ダンス。え？スタンディングオベーション。スターオベ。ララパルーザ。ララパル？なになになに？ちゃうか。泣きの一回。アニメ以外のオベじゃないし。一文字目なんすか。ふ？ふ？ふかる？ふ？ふかる？ふ？ふ？踏み台。ふる。ふる。ふるふる。ふるオート。あ、フラグ？あ、フラグや。フラグ言ってないのか。10。よかったよかった。いったぞ。結構これは知ってる言葉多かった。なんかね、フラグとか僕らでもね、ちょっと親しみ、聞いたことある言葉が何個あったもんな。で、また末澤が9問目で、まで溜まってて、9問目でパッて10問目答えて、さらっと俺やったよみたいな。うん、で、今水野も落とし、ほんまなんかそういうとこあるよな、っていう水野。今出てきたから俺パッて答えてたけど。ほんまそういうとこあるよな。ちょっとさ、最後もせいや君に一回バッて言ってもらおうぜ。ちょっと今なんか俺らがめっちゃ必死でやってんのに。それこそうちらはモブやもんな。そうやね。今数えるだけ数えて最後に。うん、フラグって言って。ピボーン、うん、で、水飲むねん。ええやろ水飲むはええやろかい。ちょっと今、なんか俺らが美味しくないよな。そうやな。うん、じゃあ、最後の問題、せいやくんちょっと頑張ってください。引き寄せ。ええよ、頑張ったらほなら。
俺。順を言ったるわい。よっしゃ。よっしゃ。にしてくれ。最後の問題お願いします。最年長。暗記問題その5。はいよ。女子に人気のおにぎりの具。絶対無理。こういうの、こういうの。梅干し、イクラ、鮭サーモン、ツナマヨ、ネギトロ、高菜漬け、塩、たらこ、カルビ、からし明太子。暗記した10個、やってくださーい。これまだいけるよな。全然いける。からし明太子、高菜、高菜漬け、高菜漬けか、イクラ、ツナマヨ、すごい、あれさ、鮭、サーモンと一緒、あれは鮭サーモンね、梅干し、明太子言った言った言った、明太子言ったね、何食べるっけ、何食べる、おにぎりって何食べる、あと4つで結構あるね。ちょいちょいちょい、多かったんやったらいいよな。いや、俺1個は分かるよ。俺も1個分かる。全然覚えてへんわ、正直。1個しか分からへんねんけど。大好きな。あ、でも2個分かるやん。大好きなの。何なんで言わなかった、言うや、3人で協力してるやつやろ、これ。ユースじゃない。な。な。さっきまで。最後の1問言ってみんなみたいなもんな。な。さっきまでだって俺ら全部合わせて30問、40問くらい多分言って。35問は言ってんもん。え何？しゃあないなあ。ヒントあげようかな。ヒントあげようかな。俺が持ってるってヒントあげようかな。ネギトロ。言うてるやん。ああ、ネギトロ言ってたわ。ネギトロね。ヒントあげちゃおっかな。何？意識高い人はこれで食べ物食べるよなってやつよ。ああ。なるほどね。あ、塩。おお。え、俺もでも分からんね。え、あと2個？あと分からん。このイクラとかあの辺しか分からん。昆布。ああ。ある？ないよ。カツオのたたき。え、マニアックやろ。マニアック握ることないやろ、あれ。カツオのたたき。あれで完成してんねん。何やろうな。ちょっと、おにぎり、何があるっけ？わさび醤油？チャーハン？渋。何やろ、あと。魚は結構出たよね。ツナマヨも出たでしょ？魚全部言ったんちゃう？シーチキンマヨ？ツナマヨ言ったの？シーチキンマヨないか。言い方変えてる。何やろな、あと。五目。あー。ね、なかったな。カルビ、あ、カルビやった。おお、あと1個豚バラ。いや、肉系はカルビしかなかった。あと何ですか、何系、魚介、何ですか、魚介、おい、カレイあるか、カレイのおにぎり見たことある、寿司やと思ってんのか、カレイ、サバ、メジャー、メジャーじゃない、メジャーなやつ、え、魚結構言ってるけどね、せやこ、サバ、あ、ブリえ、あ、じゃこ、イワシ、イワシ、メジャーな魚、メジャーな魚、だってさっきサーモン言ったでしょ、ツナマヨ言った、イクラも言った、魚系、メジャーで魚系、ネギトロ言ったでしょ、サバ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 も、サバブブもだったでしょ、ザおにぎり、まだ出てへん、魚系で結構言ったけどね、せやこん、イクラとか言ってたしの、梅干しも言ったでしょ、うん、魚系でザおにぎり、いや、鮭じゃないの、むずいね、ザやな、言った言った、鮭言ってたもんね、鮭言った、あ、おかか、あー、ちゃうか、何、小松菜、いや、そう、魚関係ない、小松菜、もう頭がうわ、これ一言目言ったら分かっちゃうやつですか、マグロ、一言目って分かっちゃう？マグロじゃないか。分かっちゃうんかな？マダイ？タイ？エンディング入った。ちょ待って、何何何？分かっちゃうせえへんな。エヴァさん、これ最後の回やで。俺ら寿司の、あれ、寿司じゃおにぎり分からなくて終わるで。何やろ？一言目。え？タコ！タコタコ。わ、タって言ってなかった。タ、ま、タラコ？きたー、たらこ出てなかったんや。あ、そうか、明太子言ったけどたらこ言ってなかったな。るほど、定番やな、気持ちいい、たらこか、たらこね、あー、頭疲れた、エヴァさんすごい顔で、疲れたな、うん、いや、ということで暗記クイズ無事5問終了いたしました。いやいや、気持ちいいな、これよかった、よかった、こういう問題は時間かかりますよ、5問も作ったら暗記系を家にやらすと、
これサクサク行った時は気持ちよかったね。でもね、うん、確かに確かに、サウナとかアニメとかね、はい、いやということで A グループが FM 大阪からお送りしてきました関西ジャニーズジュニアのバリバリサンドレクセカンバリ、はい、エンディングの時間になりました。リクエストのメールどんどん送ってください。ホームページでラジオネームリクエスト曲とかもろもろ記入してメールください。お願いします。はい、来週4月11日アンビシャスの会話生放送の予定です。メールのお題は秘密にしていること、いろいろ教えてあげてください。はい、そして4月18日 A グループの会話生放送の予定です。募集したいメールのお題はバレたことでございます。いろいろ教えてください。というわけで7時から8時でお届けしてきました A グループの頑張り、ここでお別れとなります。はい、それでは、最後に今週はですね、こじけんが子どもの頃近くにいたおもろいおじさんをこじけんが再現しながらのお別れとなっております。それでは関西ジャニーズジュニアのバリバリサウンド、ここまでのお相手は正門よしのりと末澤誠也と小島健でした。僕が子どもの頃、近所にいた面白いおじさんはですね、僕たちが相撲を取ってると、違う違う、もっと下から板勝てるって言ってくる